先行。ここで。はい、じゃあ先行で。デュエル。デュエル。どうすかな。これは。まあ頑張ろう。通常召喚。OK。ワンフォーワン発動。はいはい。コスト。なんで通常召喚してからなんだ。いける。どうぞ。フォーアンプラスバルブとかもうワンキルでしょ。ちげえよ。そんなできるわけがね。ロンファ？ロンファでいいか。レベル1だよ。何を言ってるんだよ。そんなクソ強いカードじゃねえ。スプラートだ。いや。スプラート特殊召喚の成功時に効果発動デッキ取ったから2枚目切って植物属モンスターたらこちを送る。違ったらデッキに打ちましたね。戻す。これなんか切ってもらった方がいいの落ちるんじゃないか説あるから。なんだと。よし、いくぞ。2枚。おう、1枚目レギア。2枚目、なんとも言えない。施しはデッキに打ちました。レギアの効果でデッキタップ3枚を見て好きな順番に戻す。その診断の効果めっちゃ覚えてるよ。もうリンクスでここにあるんだ。そっか。こうこうこういや、こうだ。このターンめくるカードなかったら引きたいカードを一番上に持ってくるという悲しい使い方になるから。まあいいや、これで。オッケー。そしてリンクだ。リンク召喚。まあ、バルブ蘇生するからキャスみたいな。ああ、でもそっか。ジャスミン。いいよ。植物毒モンスターに対。バルブ効果。デッキトップ墓地落として、蘇生。これは墓地に送りだから、ここ発動してないんですね。しない。まあ、とりあえず。ということで、ジャスミンの効果。いいよ。リリース。リンク先のモンスターリリースして、デッキから植物毒を守備表示でできると。ポンファ。はいよ。あ、じゃあリンク先じゃなくて。まあ、あんまり変わらない。まあ、ジャスミンリク、あの、リリースする場合だけ変わる。で、じゃあロンファの効果。はい。これ。ビルド上の植物毒モンスターをリリースして、出来上がる植物毒モンスターを特殊。いや、打点取っとこう。死んだ。千獣。千獣、レキア。レギアの起動効果まで発動しますか。する。カード1枚、デッキトップ1枚めくって、植物毒モンスターだったら墓地を送ってワンドロー。めんどくせえ。そう、普段やんねえからね。なんかしかもすげえ1枚残っちゃうんだけど。やったぜ。くっそ。くっそ。やったぜ。くっそ、腕がいいぞ。なんか1枚残ったんだよな。どっち発動。はい、どうぞ。もう5枚溜まったのか。1、2、3、4、5。はいよ。5枚。まだ、それでもまだいるっていう。1、2、3、4。言わずと知られたこっちのモンスターを5体で決めして外ろう。こっから手札あってもあんまり何もできないんじゃないか説ある。普通にある。こういう時に限ってモンスターだらけなんだろうな、引くの。それ。あんだけさっき魔法穴めくれてんのに、今回引くのは。やった、残んなかった。やべ、これうまくいくってことは。1、2。どうすか。通常召喚剣も使っている。どうすか。死者蘇生。なあ、しまった。引かしちまった。こうか。たーくそ、名前、名称、対地じゃねえ。ピッ。あー、強い。こうか。はいよ。いや、待って、ドローが先。あー、そうか。うん。ん？レギアのドローが先。あー、そうか、そうか、失礼。なんか見てないから。まあ、とりあえずトップからドロー。うん、で、エスプラートの効果。トップ以外からどうやってドローするんだ。スプラートの効果、確かさっき2枚めくったから。うん。これは、多分こっちでいいでしょ。ピース。で、めくることができる。どうぞ。
ドンツボで戻す効果を効果でやったか忘れちゃう可能性がある。あ、よし、効果、はい、効果強さ、回っておりますよ強い。で、とりあえずエクシーズアルセイリかな。あ、違う、タイタニックギャラクシーにしとくか。で、この3体で何かできるかな。あ、とりあえず、はあ、ここにビーズ置いたのがアダとなっているみたいで、トロイメアゴブリン、はい、で1万ポイントして召喚券引いた。あれ、トークンってモンスター使いだからいけんのかこれ。ああ、でもそっか、召喚券増え、まあいいや、とりあえず、あ、召喚券増えるだけで、ごめん、今のなしでダメだダメ、そうも発動しちゃったよ。いや、出すカードがないからもうそれはしゃあない。回ってる時は厳しい回ってる時は厳しくいく。2体で効果を発動しない。トロイメアユニコーン発動できねえな、間違い、できない自分のカード戻せない。あ、戻せるわ。戻さないよでもワンドローできるよ。これポイントするのってモンスターじゃなきゃいけないっけ。手札なんでも、ああ、じゃあさっきのやつ、うわー、ミスった。フューザーのカードでよかったのか。じゃあターンエンド。まあタイタニックギャラクシーが辛いな。そっか、自分、ああ、読んでなかった。どうなんだろうな。ユゴ、止めない止めない、ここはまだ止めない。止めないのかまだあるかもしれない。止めないのか。止めないなら、まあ、天遊星回帰とマイティスラッカー融合かな。はい、戦士族レベル5以上モンスター2体で融合召喚、破傷星打点の効果発動、融合召喚成功時にレベル5戦士をサーチ。はい、ここでここで、まああれかな、剣道魂、剣道スピリット回転を手札に、はいイダテンの効果、はい、手札を1枚捨てて200パンプ200パンプ、はい、もうちょっとスタジアムいらないバトル、はい、タイタニックギャラクシーにアタック。じゃあ、まあでもそれは、はい、タイタニックギャラクシーに攻撃を引き寄せる効果だ。そうだ、うん、何をすることもできんぞ。自分フィールドなんで最初できる、そのモンスターの攻撃力は破壊された攻撃力、あ、そうか、意味ない、他にエクシーズモンスターがいないとしまう、いない、意味ない、意味ない OK、200、その200が痛いのだそうなの。いやいや、だってそうでもない、この後だ突破が3200突破結構辛いよターン終了だ俺のターン、融合止められなくてよかったくそー、融合止められても大丈夫だったけど消費が増えちゃうから、ドロー、ただでさ融合手札融合とかクソ、ドローっていうか、まあトロイメアンこの数だけだけど1枚しかないんで、まあそうか、地味に2枚ドローできるんじゃないの、種類だから2枚、うん、通常のドローの枚数はトロイメア存在する限りその種類の数になるんだから、通常のドローは2枚ドロー強いでも俺はギャラクシーを破壊しないとどうしようもないということが言えますからね。なるほど、もうでも戻蘇ってくるのはドンツボしかないあ、でもギャラクシーの融合取ったんだったらギャラクシー残しておいてもよかったのかなその説あるな、やべ、
やっちまったか。グロアップバルブ、うん、通常、失礼、はい、どうぞ。超栄養対応、はいよ。バルブにリリースして発動、リリース、レベルプラス3までの植物をリクルト。またロンファか。ロンファ、はいよ。して装備で、じゃあロンファの効果、はいよ。フィルターの植物属をリリースし、デッキから植物属をモンスターリクルート。あ、さっきどん、あ、使ってるわ。どんつぼで墓地に残ったのはレギアだけだから何でも使えると思っていいぞ。いや、バルブの効果使ったの。バルブの効果使ったよ。当たり前だろ、お前。デュエル中に二度使うな、あんなクソ強い効果。これはまたこっちあるんじゃないか。こっちだ。バララバ。はいよ。リンク。リンク召喚。あれ？リンクリボン。あ、こっちにいたか。はいよ。マークが何とも言えない感じになってるけど。まあ、そうかな。で、じゃあバララバの効果。手札から植物属モンスターをトラップ耐性をつけた状態で特殊召喚。特殊召喚、うん、スプラウト、はいよ。スプラウトの効果どうぞ。またお願いしようかな。あ、そうだよ。ここしよう、ここ頼むよ。えい、1枚、えい、まず、シャーマンの効果から、チェンチチェニーでいいかな。じゃあリーフの効果、リーフ対象は、対象、うん、チェン回帰。チェンさん、はい。じゃあまず、じゃあチェンさん解消していい、はい、特殊か、はい。チェン2で破壊で、チェン1で、魔法トラをシンラーのと名のついた魔法、どっちの魔法トラッポサルベージ、あ、なかった。じゃあシャーマン復活、さっき霊砲引いて霊砲だと思ってた、あると思ってた。回帰特殊化成功時500払って効果発動、うん、止められない。うわぁ、高いだっけ、融合、あ、融合か、うん、足を過ぎた点、特殊感、成功時、サーチ、止められない。なんで止めることだけに命を追っかけてるんだ。じゃあ、チェーンがない。なんか自分も展開できない。あ、いやマジか、ずっとあるもんだと思ってた。また剣道加えとくかな。剣道、剣道融合素材に剣道を回収。なるほど。剣道じゃねえよ、こいつ空手じゃないから。くそ、剣道どこだ、いいよ、剣道加えるだけ。OK。いた。剣道、お前が何とかしてくれ。剣道スピリット回転を手札。で、あと。3000打点か。じゃあリンク、リンク召喚、リンク2、ケルベロス、はい、ケルベロスの効果、いないけど、あれ、あ、そうか、メインモンスターゾーンか。うーん、やっちまった。いません、いません、いません、僕のメインモンスターゾーンに特殊化されたモンスターいません。ポイントできないんだっけ。できない、できない。あー、空打ち不可能。空打ちして、超空打ちして、空打ち不可能。じゃあリンクだ、リンク召喚、リンク4、ファイアボール、強っ。だからここでバウンス効果使わせるとそんなに強くねえからな、ファイアボールも。うん、でも使わざるを得ない。あ、違う、トラメアユニコーンの効果使えるんだ。リンク召喚成功時の、あ、そうだ、そうだ、ファイアボールの効果、はい、対象、しょうがない、これはもうしょうがない、必要経費だ。じゃあバトルだ。いや、いいだろう、ユニコーンから攻撃。いやー、2200ファイアボール、いや、2500合わせて4700ダメージを上げて、食べ比べよ。なんだそれ、大変だ。ダメージはごちそうか。どんだけ M なんだ。スタンバイメイン、なんもない。お前を引くならサーチカードは違うという話がよくありますな。あ、もうやるしかないな。万族の共演レベル5、どうぞ、どうぞ。
とね、対象は取らない。取る取る、てか止められるやつはいないです。剣道、回転と回帰特殊か、はい、効果無効、攻撃できない。はい、まあエクシーズするしかないんじゃないですかね。エクシーズエクシーズするしかないんじゃないですかね。マグナライガー強力10、マグナライガー、はい、の効果発動、はい、ファイアウォール対象、破壊する、それはどうしようもないさあ、で、通常召喚剣が余っているが、うまく使えるとは言っていないと。バトルだな。だから通常召喚剣が余ると言っているんだ。2600アタック、400ダメージ。やべえ、もう突破される。これやべえ、突破手段ないかもしんねえ。メンツーからターン終了。頼む、なんか声、ドロー。2600って高いな。いや、もうマグナライガーがなんとかしてくれる。価格に相手ターン、相手ターン、あー、赤が乗り込んでないとバニラ。ああ、なるほど、うん、よし、俺はここでゾゾゾ発動。ああ、強くないか単純にレギュアで突破されちゃう。くそー、もう俺もきついってんだよ。俺もきついってんだ。どうぞレギュアの効果、はいよ、一枚、またあれだ、頼むお願いする。ゾゾ剤必要でしたね。悪くない。そうせいか。あ、でもね、ドローが先だっつってんの。とりあえず、落として、ワンドロー。ああ、ワンドロー。で、通常召喚はできないから、じゃあ、スプラートの効果で。いいよ。シュッ。いや、さすがにもうきつい。さすがにもうきつい。いや、で、8。はい。バトル。攻撃。ダーッ !100 ダメージ。メイン2、はい、リンク、あ、リンクじゃない、エクシーズ、うん、アルセイ、アルセイか、じゃあ、アルセイの効果、はい、一番欲しいのなんだろう、運転手に超えられるっけ、当たったらね、なんでもいいんだっけ、カード名ならなんでも、変なカードじゃなかったらなんでもいい、今欲しいのは死者蘇生だが、落ちてなかったっけ、死者蘇生、あ、ドン壺が欲しい、ドン壺、貪欲な壺、はい、どうぞ、あれさっきもう一回頼むか、いや、関係ないか違った、違ったということで、こうか、蘇生、蘇生ピース以外のレベル4以下ドンファードンファー、ちょっと待って、3枚だっけ、いや、まあ、とりあえずデッキ見て確認しよう。ローバー、こうか。はい、じゃあ、シャーマン。はいよ。あれこいつ特殊化できるよね。特殊化できるんじゃないか。OK。特殊化。はい、で、こうか。どうぞ。1枚。めくってくれ。うん、わあ、デッキトップじゃない、デッキボトム。で、ターンエンド、俺のターン、ドローっ、はい、何度か1回レベル変える、どうぞ、手札墓地からレベル5モンスターを特殊召喚、はい、ナイススラッガーと回転、はい、ゲルフィン、おいくら払います、おいくら払いますか、1500かな、オッケー、変わんねえんだよな、でも数が、しようかな、はい、見せて、はい、それでも効果発動、はい、戦術モンスターをサーチ、はい、
さーち。黒帯。黒帯了解。黒帯。装備カード入ってねえんだよな。入れられないでしょ。装備カードが入ってねえんだよな。黒帯セット、はい、サーチしたカードは召喚特召喚できる効果の発動はできませんが、セットはすることはできる。なるほど。電スケールセッティング、おう、おう。ペンドラム召喚どうぞ。エクストラからは回転どうぞ。あ、戻ってくるのか。そうだから回転強い。剣道3階段。そしてリン、エクシーズか。この2体の強制効果が発動、はい、とフィールドにペンデラム召喚された場合に発動するピンゾーンのこのカードを手札に戻す、はい、あ、で俺召喚権残ってる、もしかして残ってる。レベル5とフラッグシップ出るだけだもんね。使ってない。じゃあアドバン召喚できるじゃん。このターンサーチしたのは黒帯だから、黒帯は召喚できないんで横綱アドバン召喚どうぞ。じゃあ俺4体のモンスターで、おお、エクシーズ召喚。うわー、やばいぞこれ。ナンバーズ5、モールオルデスキバイラドラゴン。効果わからない。素材数かける1000、強い。やばい、4000だってやばい。でエクシーズ素材を持ったこのカード、相手モンスター全てに1回ずつ攻撃できる。強い。で、戦闘を行ったバトルフェーズ終了時に自分のモンスターをこの下に重ねるか、相手の墓地のカードを1枚デッキトップに置くこと。なるほど、やばいぞこれ。バトルフェイズデスキマルドラゴンでアルセに攻撃、グラウしかない。4000、貫通ないでしょ。貫通ない、はい。シャーマンに攻撃、グラウ。バトルフェイズ終了時、クソの役にも立たないカードを相手のデッキトップに送りつけたいが、なんかいいカードあるかな。どのカードでも打開してきそうな、あ、でも上級モンスターを手札に行かれるとやばいね。さすがにな。シャーマンかな。オッケー。シャーマンを相手のデッキトップに。はい。死んだ相手にデッキトップ操作をやってやったぜ。くっそ、これ脱回できるかこれ。大終了。じゃあドロー。はい。じゃあまず。はいよ。通常。どうぞ。あれ、あ、じゃあリンクリボーまでいるな、うん、こうか、リンクリボー、うん、で、スナフのこうか、どうぞ。よっしゃ、やばい、これ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 やばい、おらおらおら、これはやばい、これやばい、よし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 、これはやばい。一枚がシャーマンだからな、何にもできんぞこれは。やばい、シャーマン以外の一枚で何かされたらやばいが、うわー、やべえ、これじゃ逆転される、ないなぁ、ないぞ、ない、ないです、大変だ。俺のターン、ドロー。うわ、弱っ。弱すぎる。まだ7400万だよ。まず耐える。メインに入ります、はい。カード1枚セット、はい。バトル、はい、セットしてバトル。まあまあまあ、まあ、あれもペンデラムゾーンにセッティングするとかなり悲しいことになりそうだしな。うん、やっぱ真ん中でいいよな、はい。バトル一応殴っておこう、攻撃。じゃあリリース、くそ。攻撃を向こうに、戦闘を行ったバトルフェーズだから、攻撃ゼロになっても一応相手にダイレクトすれば OK。 デスキマルドラゴンの効果発動、レギアか、くそ。シャーマンいるよ、シャーマン、はい。あーげる。混ぜんなよ。OK、 断止了。ドロー。シャーマンが手札に入っていく。なんかすることないかな。まあ、次も死なねえからな一応。くそ。ドロスタンバイ、はい、メイン、はい。うーん、このよ、今、あ、そっか、関係ないか。4000で殴って残り3400が出るはずもないので、そのままバトルフェイズで、デスキマイドラゴンで攻撃。どうぞ。4000ダメージを与え、これ素材は抜かないの？素材は抜かない。
素材抜く効果はない。あ、そうなんだ、うん、このカードの攻撃力は1000アップ、素材を持ったこのカードは1回ずつ攻撃、戦闘となったバトルフェーズ終了時にカードの効果から1つ選択して発動できる。コニコ、なるほど、うん、じゃあどうぞもうでも上級モンスターいる？いない。あ、レギアがいるわ。レギアデッキトップに戻して対処量、はい、あ、ちょっと待って、要請ね、うん、そのドローはレギアだ。そうだ、前回散々デッキトップを操作された恨みをここで話してやる。いやー、どうしようもなんねーくっそー、サレンダーだ。よっしゃー、ありがとうございました。いやー、なんとかできたんだあの盤面から。いや、考えればいいプレイできるわ。なんか俺いつも動画的にテンポ遅くなるとさ、いやクソじゃんと思って考えないでプレイしちゃうのは良くないね。いや、こいつやばいわこいつやばいね、やっぱ。いや、俺